こんにちは、驚きの館です。今日は古い海外の心霊写真を中心に紹介しようと思います。その中であまり日本のサイトでは見ないもの、紹介されていないものを私なりにピックアップしてみました。心臓の悪い方とかですね、こういうのが好きじゃない、そういう方は気をつけてくださいね。はい、ではまず1枚目です。これはポルターガイスト現象を映したものだと言われています。ちょうど画面の中央で椅子が飛んでいるのが分かりますね。なぜかポルターガイスト現象は日本ではそんなに多く報告はされていないんですけれども、海外ではこういうのが起こることが多いように思います。写真の様子からですね、みんなで集まって降霊術とか、そういうのをですね行っていたのかもしれません。はい、では次に行きます。これはですね、深夜に雑木林を写したものなんですけれども、写真の右側に人影が写っています。その影はですね、比較的はっきり写っているので、まだ新しい、この写真を撮った時にですね、まだ新しい霊体だったのかもしれません。スカートを履いた女性のようで、よく見るとこれ目が光っているように見えるんですね。海外でやっぱり念の強いその霊とかはですね、大体目が光ってるんですね。はい、では次はですね、心霊写真というより不可解な写真の一枚です。歩いている男性の影が映り込んでいるんですけれども、それが小人のように異様に小さいんですね。もしかしたら子供の霊かもしれないんですが、影を見るとしっかりとした体格なので、大人の霊のようにも見える不思議な写真なんです。そして画面の左奥を見てください。こちらを見ているやはり小さな人がいるんですね。はい、では次に行きます。これは一見すると普通の写真に見えるんですね。女性を撮った一枚なんですが、後ろの白い服の女の子を見てください。両腕がないんです。よくある心霊写真で、片手がとか片足がとか体の一部が消えているものはよく見かけるんですけれども、手だけが消されているっていうのはちょっと珍しいんですね。これはひょっとしたらですね、この女の子そのものが霊体なのかもしれません。よく見るとですね、靴はこちら向きに映ってるんですが、頭は後ろ向きに映ってるという、なんとも気味が悪い一枚なんです。はい、これはかなり古い写真ですね。よくあるのが古い写真のもので、心霊写真らしく撮った、その捏造された心霊写真っていうのはかなり多くあるんですね。しかしその場合は大体写真館で撮られたものが多いです。有名なのは心霊写真家と呼ばれたイギリス人のウィリアム・ホープさんっていう方ですね。しかしこの写真は写真館で撮られたものではなく、普通に女性を撮ったものにこのような男性の姿が映り込んだんですね。しかもよく見てください。男性は農夫の格好をしています。この土地で亡くなった方だと思われます。では次の写真に行きます。こちらはですね、おそらく若い方が古いアルバムを見ていて、
あら、これは心霊写真ではないのかと気がついて、ネットに投稿したものだと思われます。椅子に座っている高齢の男性と赤ちゃんを抱いてタバコをくわえている男性の間にですね、女性の顔が見えるんですね。もしかしたら、この方たちの家族の一人なのかもしれません。みんなで楽しそうにですね、写真を撮ったりしているので、仲間に入りたくて出てきたのかもしれないですね。次はですね、壊されて廃墟になったお家を撮ったものなんですね。森の中にこう倒れた家が見えると思うんですが、しかしよく見るとですね、その右側に人影が写ってるんですね。この写真の特徴は足がすごく鮮明に写ってますよね。で、その上には何かこう悲しげな顔をしたものが、顔のようなこう感じのものが浮かび上がっています。過去にですね、このお家に住んでいた人なのかもしれませんし、この森に住み着いている霊魂なのかもしれません。これは比較的新しい心霊写真なんですね。森で遊んでいる時に撮ったものだと思われます。しかし少年の後ろを見てください。こちらを見つめる男の子らしきものが映り込んでるんですね。何かを訴えるような目をしていますし、顔色がですね、映ってる二人とは明らかに違うんですね。ですので、この後ろにいる人は来た人が映り込んだとか、そういうものではないと思います。はい、では次に行きます。こちらはですね、廃墟を撮ったものなんですね。しかしその廃墟の写真の右側に女性の霊体が映り込んでいます。まだ若い少女のような雰囲気なんですね。この女性は撮影者の方を見ていますので、何か訴えたいことがあったり、こう無念な気持ちがあったり、そういうのがあって出てきたのかもしれません。ちょっと寂しくて、怖い感じの写真ですね。次の写真もですね、これは廃墟で撮られたものなんですね。画像の中央からやや左側にお母さんと娘、親子らしい霊体が映り込んだんです。おそらくですね、この建物と関係があった人たちではないかと思われます。二人ともですね、こちら見てるんですよ。ですので撮影者をですね、頼って出てきたのかもしれません。はい、こちらはですね、古い集合写真で、同じ職場で働いていた女性たちが集まって撮ったものだと思われます。みんな腕組みしてるんですよね。しかし前から2列目の一番右側の女性、この女性の肩を見てください。手が乗ってるんですね。しかしこれは誰のものでもないんです。後ろに隠れるスペースもありませんので、霊体のものだと思われます。過去にもしかしたらこの女性たちと働いていたのかもしれませんね。その写ってる手が、これは男性ではなく女性の手だと思います。はい、では次の写真はかなり怖いので覚悟してください。そしてですね、この写真はとても有名で、
本当怖いと言われている一枚なんですね。これはこの男性が亡くなる数時間前に撮られた写真なんです。まず男性の寝ているベッドの上に3つもその奇妙な光というかもやというかそういうのが映っててですね、あとその横の方に光の筋のようなものが映り込んでいます。これはこの男性の臨終を待っている霊だという話です。こうやって亡くなる人をですね迎えに来る死神っていうのは本当にいるんですね。